映画館である。1940年前後に三重県松阪市港町に朝日館として開館、1960年前後に玄関名に改唱した。改唱当時は大英の風切館であったが、1970年前後に同系列から独立成人映画館に業態変更した。略称は松阪大英。本校では、 道館を経営する朝日工業株式会社についても扱う。松坂大英劇場に向かう、路地正確な時期は不明であるが、第二次世界大戦前の1940年前後の時期に国鉄松坂駅西口港町153番地に道館の前身である朝日館が新築、開館された。開館当時の道館は、的場新一の個人経営であり、 支配人は、大久保正しき、観客定員数は400名という記録が残っている。同館が立つ前の松坂市、市政志向以前の当時の伊南軍松坂町には、旧正中学校時代の小津安次郎が通ったことで、知られる神楽座のみが、長らく存在し、朝日館と、ほぼ同時期に、共枝が開館している。当時の朝日館は、千人収容の神楽座、 990人収容の共演座に比して400人という比較的小さな映画館であった。1942年には東方映画が直営する松坂東放映劇が開館している。戦後の同館の経営は、的場新一の個人経営から、的場が代表を務める旭工業株式会社の経営に変わっている。旭工業株式会社は、 1950年1月に設立された。同市内には同館のほか戦前からの共映画劇場があり、かぐら座も残っていたが、1951年12月16日に起きた昭和の松坂大火により全焼し、かぐら座は火災後の復興はなされなかった。1957年までに国際劇場、松坂日活劇場、 近代劇場及び近代コニー、伊スず海館南劇、陶劇、スバル座、松坂映画、紅葉座と多くの映画館が開館している。同館は1960年前後に松坂大英劇場と改称、同時期に同館を経営する朝日工業の代表も大久保木助に変わっている。この頃は大英の風切り館であり、大英配給の映画を ロードショー公開していた。1970年6月、大英は日活と配給網を統合し、配給会社、大日英廃を設立するが、この前後に同系列から独立、成人映画館に業態変更した。以降、日活ロマンポルノの三本立工業をはじめ、1988年に日活が成人映画から撤退した後は、 新日本映像の配給作品の三本立工業を行い、現在に至る。同時期に、同館を経営する、朝日工業の代表に、大久保克美が就任している。映画年間1992別冊映画館名簿によれば、1990年代初頭の同市内の映画館は、同館と戦前からの共映画劇場のほか、松坂近代劇場、 松坂パールシネマ1.2の5巻になっていた。2001年になると、同館の他は、松坂パールシネマ1.2以外すべて閉館して、閉まっていたが、2013年現在では、同館は、同市内に残る最後の映画館として、デジタルシネマではなく3 5ト、mm、ルフィルムによる、プリント上映のみで営業を続けている。朝日工業株式会社は、日本の映画工業会社である。 松坂大英劇場を経営する松坂商工会議所会員企業である。この記事は以下のカテゴリでも参照できます朝日工業に関するカテゴリ。ありがとうございます。